今回の動画では、狼男を解除する方法について解説していきます。まず、任意のキャラクターを選択したら、ステージを酪農場で確定します。ゲームが始まったら、任意のアルカナを選び、マップを開きます。天の川マップにより上方向に点滅する肉があれば、解除する条件は満たしています。あとは画面上のナビに表示されている右側のアーマーがキャラクターと水平になるまで上に移動します。アーマーが右側に位置したら、左側に移動するとチーズがあります。このチーズを入手すると敵が出現します。すべての敵を倒すとキャラクターの解放音が鳴りますので、その後ゲームを終了させてください。最後に解除した狼男がキャラクターの選択画面に表示されていれば完了です。